日本酒を通じて日本のプレゼンスを高めたい、そんな思いで活動しております。Je m'appelle Lisa Isobe. Représentant de 2022 Miss Sake Shiga. Vous avez déjà goûté le vrai sake japonais? C'est très bon. J'aimerais faire connaître le sake japonais au plus de personnes possible à travers le monde afin qu'ils puissent l'apprécier. Merci.まずはじめに、私がミス酒に応募した理由ですが、日本酒をはじめとする日本文化の魅力を国内外に発信するアンバサダーというミッションに強く惹かれたからです。というのも、私は高校生の頃から日本が誇る食や技術の海外展開をビジネス面で支援したいという夢を持っておりました。そのような夢を持つことになったのは、高校と大学で1年ずつフランスに留学したことがきっかけでした。日本でも勉強できるし、せっかく留学するなら違う言語を身につけたい、そう思って選んだ留学先でしたが、美食の国フランスで長く生活したことで、美味しい食事と美味しいお酒への愛は人一倍強く、自然と日本に帰国してから日本酒を好きになっていきました。また外国人留学生として海外で生活する中で、日本という国、あるいは日本人としての自分を意識する瞬間が多くありました。少し大きな話となってしまいますが、高度経済成長期に家電や自動車業界などで国際競争力を強めてきましたが、今やその影響力は昔の話となってしまい、少し残念に思いました。では日本が世界に胸を張って誇れるものは何なのか、その最たるものの一つが日本の持つ繊細な食文化にあると私は考えております。このような背景と、これまで経済学やビジネスを学んできたという経験から、日本食や日本酒の海外展開をビジネス面で支援したいという夢を持つようになりました。この夢を叶えるべく、これまで取り組んできたことは3つあります。1つ目に、大学在学中、フランスやベルギーで開催されている食品の見本市にて PR や商談の通訳をさせていただいたこと。2つ目に、フランス留学中にパリの PR 企業にてインターンをし、東京都や京都市のプロモーション事業をお手伝いさせていただいたこと。そして3つ目に、現在フランスとアメリカに拠点のある企業にて海外イノベーションのリサーチや、現地に根ざした PR マーケティング戦略を通じて日本企業の海外展開を支援するコンサルティングをさせていただいていることです。これまで積み上げてきた経験やつながりを生かして、ミス酒として自分だからこそできることを模索しながら、精一杯貢献してまいりたいと思っています。こちらは日本最大の湖、滋賀県の琵琶湖です。私の父は滋賀県東近江市で生まれ育ちました。私にとってもとても大切な土地で、滋賀のおばあちゃん家に帰省した時はよくこの湖に遊びに来ていました。また今は亡き祖父も滋賀県の日本酒がとても大好きだったので、この度ミス酒滋賀代表になることができ大変光栄で嬉しい限りです。さて話は戻り、フランスにおける日本酒の状況について少しご紹介させてください。フランスではクラマスターというフランス人による日本酒コンクールや、サロン・ドゥ・サケというヨーロッパ最大級の日本酒のイベントが開催されています。また若瀬の稲川拓磨さん、小類酒造のグレゴワール・ブッフさんなど、フランスで日本酒作りを頑張っている方もいらっしゃいます。そして滋賀県にも北酒造様、二福酒造様、越酒造様などがクラマスターで賞を受賞されていました。
ただそんなフランスにおいてでも美味しい日本酒をきちんと味わえる場所や機会はまだまだ少ないというふうに伺っています。もっと多くの海外のローカルの人々に手に取っていただけるようにするためにはどのような戦略を取るべきなのか、現地の観点から検討できる人材として日本酒業界に貢献してまいりたいと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ西崎チャンネルの登録とこちらの動画のいいねボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。